マスタージュエルの5月のリミットレギュレーションが発表され、超重武者走塁は投資が制限カードに指定、スネークアイエクセル、財宝狩りの悪魔が準制限カードに指定された。まずは制限カードだが、超重武者走塁は投資は、フィールドから墓地へ送られると超重武者モンスターをサーチする効果を持ち、旧機に登場したテーマゆえにターン1制限がないため、岩投資を繰り返し使い回し、強力な超重武者をサーチして大量展開につなげるのが、超重武者の必勝パターンだった。さらに、超重武者ソウル共通の、手札から超重武者に装備する効果によって、岩投資自体に召喚権を使うことなくフィールドに出すことができるので、第8などの初動カードを無効にされても、手札から岩投資を装備してカカシーをリンク召喚すれば、能動的に岩投資を墓地へ送ることができ、そこからカカシーで岩投資を蘇生することであっという間にリカバリーが可能で、手札にいれば貫通札として極めて強力なカードであった。自身を素材にカカシーをリンク召喚しても同様の動きができるので、初動札としても用いることができるほか、若牛初動の展開で、ビッグベン系から岩投資をサーチし、若牛に岩投資を装備してカカシーをリンク召喚という鉄板の動きにも絡んでおり、まさに超重武者の背骨と言えるほどのカードである。もともと純制限カードに指定されていたのだが、赤騎竜、マスラオの2体を並べ、レッドデーモンからミティを出す展開が有効し、先行でこの動きを決められるとほぼ何もできずに敗北するほどの制圧力を誇っていたため、前回の改定での第8準制限に次いで、岩投資の制限に踏み切る必要があったとのことだろう。OCG でもすでに制限カードに指定されており、妥当な規制といったところだが、1枚から動ける初動札は他にも存在し、OCG で禁止のカラミティは存命なため、環境での活躍はまだまだ続きそうではあるな。続いてはスネークアイエクセルの準制限だ。スネークアイは実装時から環境トップクラスで活躍をし続けており、特に召喚特殊召喚時に炎属性レベル1をサーチできるエクセルは、ポプルスをサーチして即座に特殊召喚という王道パターンに加え、状況次第では、栗から天道のサーチでまくりを狙ったり、エクセル自身をサーチして次のターンの展開に備えるなど、最強の初動札でありながら、様々な用途に用いられるカードであり、OCG でも4月の改定で準制限に指定されていたが、マスタージュエルにおいてもかがり火が実装され、もともと環境トップだった財宝スネークアイがさらに圧倒的な強さを誇る形となってしまい、とりあえずは OCG と同じくエクセルの準制限という措置となったのだろう。とはいえ、かがり火でエクセルがサーチ可能なため、実質5枚耐性であり、まだまだスネークアイの活躍は続きそうだ。同じく準制限となった財宝狩りの悪魔は、クロマジョディアベルスターをサーチできる速攻魔法で、サーチしたディアベルスターを特殊召喚し、現財宝スネークアイをセットすることでスネークアイ展開に持ち込めるほか、墓地、除外状態の財宝カードをデッキに戻すことで1枚ドローできる効果によって、財宝カードの再利用とリソース回復が可能で、墓地へ送られたターンでも即座にこのドロー効果を使える点が非常に優秀であった。ディアベルスターから動くよりも、財宝狩りから動いた方が1枚ドローできる分お得であり、かといって財宝狩りに無効を打つと、本命のカードを通される可能性が高いため通さざるを得ない、といった状況も多く、速攻魔法ゆえに、ドローフェーズに打てば、ドロール&ロックバードも回避できるなど、単純なサーチカードというにはあまりにハイスペックな性能を持っている。財宝スネークアイを筆頭にディアベルスターと共に様々なデッキに採用されており、OCG でも制限カードに指定されているため、マスタージュエルでは、UR であることを考慮して、準制限という措置となったようだ。2枚のカードが規制を受けたものの、財宝狩りが制限となった OCG でも財宝スネークアイは環境トップクラスであり、ディアベルスター本体の枚数を増やすなどで対応可能であるため、準制限にとどまったマスタージュエルでは、まだまだ財宝スネークアイ中心の環境となりそうだ。総じて、おおむね OCG の現行のレギュレーションに則った改定となっており、環境の中心となっている超重武者、スネークアイのパワーを多少下げつつ、今後登場する新カードも合わせて多様な環境になるよう調整したという形のようだ。とはいえ、特に財宝スネークアイは、多少パワーが下がったくらいで、まだまだ環境の中心となりそうなため、今後登場するテーマも含め、どれほど食い下がれるか楽しみなところだな。レッドデーモンからミティが禁止にならなかったため、こちらを主力として扱えるセンチュリオンが実装されるまでは禁止にしない方針と思われ、登場時期的にもそろそろマスタージュエルに来そうな気もするので、こちらも楽しみに待ちたいぞ。というわけで、俺はこれでターンエンド。よかったらチャンネル登録もしてくれ。